自分より下手くそな人探して浸るの優越感。でもその度ちょっと自分を嫌って、次元遡って現実逃避でもいいんじゃない、別にいいんじゃない、無理に強がらなくてもいいんじゃない、下を見て強くなれるのもまた人だからさ。